今回は高校サッカーの注目チームを紹介していきたいと思います。まずは青森山田。こちらの高校は毎年レベルが高くて毎年プロを輩出しており、一昨年のマスキクリューなどスーパースター選手もいますが、基本的には総合力が高くて個々のレベルは文句ないです。インターハイでは3回戦敗退という結果で、 SNS では衝撃的、監督が変わっていまいちとのコメントも上がりましたが、監督が変わろうが相変わらずレベルは高く、確実に上位に食い込んでくることは間違いないでしょう。谷川選手を中心に臨む今大会の青森山田、ぜひ注目してください。続きまして、明秀日立。こちらは2023年今年のインターハイ王者。決勝では柴田選手が2ゴールを決めるも、相手の桐光学園も強く、 PK 戦の末見事に初優勝を飾りました。明秀日立は静岡学園や青森山田を僅差で破っており、相手チームをかなり研究しているとのことで、今大会もしっかりと対策を取ってくるでしょう。スーパースターがいるわけではなく、技術は他のチームよりも劣るかもしれませんが、周到な準備が優勝の要因と言われておりましたので、監督の采配も今大会も見どころの一つになりそうです。続きまして、庄司高校。こちらは相変わらずのタレント揃いですっごいです。今年は4年ぶりにプレミアリーグに復帰した庄司高校。以前はチェイス・アンリなど現在世界で活躍中の選手も在籍していましたが、今年も負けず劣らず、スピードのある安西選手や強烈な突破力と得点力を持つ神田選手などスーパースターが多く在籍しております。今大会も優勝する可能性が十分にあるこちらの高校ですね。要チェックです。そして次の高校は神村学園。毎年強いイメージのある神村学園ですが、今年もしっかり強いです。去年の選手権では福田師王を中心に優勝を目指しましたが、準決勝の PK 戦で惜しくも敗退。今年は是が非でも鹿児島に優勝権を持ち帰りたいところ。そんなチームは今年も戦力は十分に揃っており、縄田選手、吉永選手、西村選手を中心にプレミアウエストで7試合連続ゴールを記録するなど、攻撃力の破壊力は全国トップレベル。プレスには定評もあるチームで、守備面も安定してくれば、全国の頂点は十分に狙える力があると思います。そして次は静岡学園。こちら静岡学園高校も相変わらずのスター選手揃い。変わりませんね、毎年。そして高校の能力が高い強豪校。プレミアウエストでは、神村学園や大津高校、米子北高校などを抑えて、高校としては最高の3位に入っています。J リーグ入りを決めた選手も多く、ゴールキーパーでは中村選手がベルディに、ミッドフィルダーでは高田選手が徳島へ、そしてフォワードの神田選手は川崎に内定しており、各ポジション、J 内定選手がいるので、穴が少ないチームではないでしょうか。まあ、一年ハイレベルな印象の静岡学園の戦いも、目が離せません。そして私、熊本出身ということで、やはり、大津高校を押しておきたいと思います。大津高校の注目選手は、碇選手、田辺選手、稲田選手の3選手。碇選手に関しては、プレミアムで、しっかり得点王という結果を残しており、田辺選手や稲田選手も、2年連続、国立に行ったチームの主力として活躍してくれていましたので、この3選手を中心に、どういう戦いをしていくのか、大津高校、監督も変わりましたので、どういう戦術を練ってくるのか非常に楽しみです。ぜひ3年連続の国立へ、そして熊本初の優勝を目指して頑張ってください。熊本から応援しています。皆さんもぜひ高校サッカーを見て盛り上がってください。